これは人とあやかしが共存していた時代。もとより陰界に属する魑魅魍魎は闇に潜んで機会を伺っている。彼らの目的は夜の平安京で暴れ、充実した楽しい毎日を送ることである。この平安京で一番魅力がある女子って誰だ勝負始まるよ。続きいい？お前もいつか私に倒されるの。おとなしくしたがえ。はあ、何を言ってるのだこのチビは。チビって誰よ。それがレディに対する態度なの。レディ、どこにレディがおる。なんだよその態度。なんでもいい、とにかくそこをどけ虫けら。ってことですね。なんかかわいそうです。慰めてあげた方がいいですね。では白狼さんにお任せしましょう。え、なんで私。あの広政様。ああ白狼か、どうした。あの広政様を倒させてください。ではなく。いいぜ。だからもっと強くなりな。俺と戦うのにふさわしくなる日まで待ってるぜ。でもそんなに簡単に倒されたりはしないけどな。広政様、では弓道の勝負といこうか。手抜きはしないからな。はい。誰も魅力で男を倒せなかったよ。でも広政様と弓道の試合ができて、指導も受けられて、私自身としては満足だったよ。白狼様が楽しそうで何よりです。私も楽しみましたよ。満足しやすい人たちですね。お、皆様先に失礼します。あ、今の。はい、私にだけわかる合図です。なんだ、彼女の魅力ならこんなの楽勝じゃないか。かぐや姫さんの魅力でもう倒していたのですね。無駄なことをいっぱいやったような気もするけど、かぐや姫の悩みを解決できたのならこれでもいいか。そうですよね、よかったです。ではでは次の勝負に行きましょう。お断りします。